ポストプロセス。この動画では UE5.1 の 2D ゲーム用のポストプロセス設定を解説します。 UE5 のデフォルト設定では 2D スプライトをレベルに置くとテクスチャーのままの色味にはなりません。高度なリアル表現を基本として構成されているポストプロセスを 2D 用に調整します。前提。まず前提としてテクスチャーの設定が正しいか確認しておきます。テクスチャーをダブルクリック。ビューポート上で問題なければそのままでいいですが、ぼやけていたり色がおかしい場合は設定を確認します。詳細欄で4箇所確認します。この4点の変更をしても色味が変な場合は特殊な色階調のテクスチャーを読み込んでいる場合があります。画像加工ソフトで素材のテクスチャーの情報を確認してみてください。 2D 用のテクスチャーは8ビットの色階調が基本になります。 HDR 撮影の写真や 3DCG のレンダリング画像などは16ビットや32ビットの色階調になっていることがあります。画像加工ソフトで色階調の確認をしてみます。 Photoshop での確認箇所はこちらになります。ここが8ビットになっていない場合は8ビットにしてください。前提のテクスチャー設定は済んだとしてポストプロセス設定をしていきます。セッティング。レベル空間上にポストプロセスボリュームがあるのを確認します。なければコンテンツの追加ボタンからボリューム、ポストプロセスボリュームを画面にドラッグ。変なところに発生した場合は詳細欄のトランスフォームの右の矢印をクリックして000に。ポストプロセスボリュームを選択した状態で右下の詳細欄を確認します。最初に確認する点として INFI と検索をかけインフィニットエクステントアンバウンドにチェックを入れます。この設定はカメラがどこにあってもこのポストプロセスの影響を受ける設定で、チェックがない場合はこのボリュームボックス内にカメラがある時だけポストプロセスの影響を受けます。ここから本題のポストプロセス設定を行います。上から順にレンズの項目、ブルームの色位置を1以上にします。光らせたい場合は変更しなくてもいいです。次にエクスポージャーの露出補正を 0.0 にします。ここがデフォルトで 1.0 なのが若干明るく見える大きな要因です。MinEV100 と MaxEV100 を 0.0 にします。プロジェクト設定で自動露出補正を切っていてもおまじないとしてここを0にしておくことをおすすめします。次にイメージエフェクツのビネット効果強度を 0.0 にします。画面端が若干暗くなる要素を省きます。残り2つがカラーグレーディングのミスクの中の色域拡張とトーンカーブ量を0にします。この辺りが色味がおかしく見えていた要素になります。一覧するとこの7点確認してみてください。あとはせっかくここまでやったのであればプロジェクト設定も確認したいと思います。プロジェクト設定。左上の編集からプロジェクト設定を出します。検索欄に ANTI と打ってアンチエイリアス手法がノンなのを確認します。次にモーションブラーと検索してモーションブラーが切ってあるのを確認します。この2つはフリップブックとの相性が悪いので切っておいた方が良いと思います。気になる設定箇所は他にもありますが、最低限確認した方が良い点はこの2つだと思います。パッケージング。最終的な色味の確認はパッケージ化して見てみないと分かりません。エディターで編集中の表示とパッケージ化後は異なる見え方になる場合があるので、余裕があるタイミングでこまめにパッケージ化をして確認してみてください。画面上プラットフォームから、今回の場合は Windows。 最終的な見え方の確認はシッピングにします。開発などシッピング以外の場合は最終リリース時と異なる見え方の場合があるのでご注意ください。プロジェクトをパッケージ化を押して
パッケージ化したデータを開いて確認してみてください。初回のパッケージ化は時間がかかるので、 2,30 分作業が止まっても構わない時に行ってください。パッケージ化後に色味に問題がなければ適切な状態になっています。コピペ。作ったポストプロセスを他のレベルで扱う場合はコントロール C でコピー状態にして、別のレベルを開いてコントロール V でペーストということもできます。微調整含め複数のレベルで連動させる場合はアクターブループリントのコンポーネントにポストプロセスボリュームを追加して使い回すのもいいと思います。別のプロジェクトに持っていく際は空のレベルにコピーしてレベルを移行するか、アクターブループリントにして移行するのが良いかなと思います。注意、色味の問題はバージョンごとに若干異なるため、別のバージョンではまた違う設定になると思います。今回の設定も参考にしつつ自分の求める表現に近づけていきましょう。みんなで情報共有してこう。